それぞれの豆の特徴を生かすためのブレンドは行わず、1杯あたり通常の 1.5 倍以上の 24g の豆を使っているそうです。うん、そうですね、ね、うん、と言われても私にとっては宇宙のなんか言語を聞いているようで何がどうなのかよくわからないのですが、よくコーヒーは飲まれますか？あ、好きですね。そうですか。私も飲むのは好きです。入れる方はいかがですか？入れるのはもうなんか下手くそなんですけどね。やっぱプロは違いますよ ね、 ね。でこちらのお店では、細部にこだわり、茶道のようにじっくり丁寧に行うコーヒー道の所作を伝えるためにイメージムービーを作成して公開されているそうです。こだわりがね。茶道といえば私たちも ねというなかなか面白い。あ、でもコーヒーのこの間ね、あるメンバーが同じようにやってみたらどうだろうかと言って、茶道と同じようにやってみたことがありましたけれども、確かにそのコーヒーの所作というのは綺麗ですよね。ね、あれ見応えがありますよね。水がお湯を注ぎれるところでも ね、はい。こちらではリノベーションした築60年の木造一軒家の1階にオープンしたしているということですね。で2階にはヘアサロンとネイルサロンが入っていると、はい。で両店のオーナーがハチの常連客だった縁から共同でこの場所を借りるということになったそうです。なるほど。メニューは少ないが季節ごとに違う種類のコーヒーを提供する。一杯のコーヒーで人と人がつながり、いろんな人が広まる場所にしたいということですね。はい、営業時間は11時から20時月曜提供失礼しました。ということで、はい、ぜひ近くに遊びにいらした際はほっと一息つきにいいですね。詳しくは、日本橋経済新聞のウェブの方でご確認ください。はい、では先ほども少し触れたんですけれども、Facebook、はい、されてるということなんですけれども、私もね、よく Facebook を拝見していろいろとこう考えたりさせられてるんですけど、今回ちょっとすごいなと思うのが、ALS のすごいですね、今ね。すごい流行ってるという言い方変ですけれども、これはまあ、Facebook あってこその広がりもちょっとあるのかなと、映像付きでね。ただそれを皆さんがこう受けてしまったらやらなきゃいけないような、ちょっと反強制的な感じが私はいいのかなと思いながらちょっと見てたんですけれども、昨夜仙台に住んでるお友達がやはり回ってきて、それをされたということで、お写真でもこんな感じでね、皆さんかぶってますね。そうなんですね。で、これはあれですよね、受け取ったら3名はい、3名指名できるみたいです ね。で指名されたらまたかぶって次にということらしいんですけれども、これでね98億すごいですよ、ね、利益が上がったらしくて、で認知という点ではすごくいいとは思うんですけれども、この昨日かぶった彼はやはりその自分がかぶったからといってその次には回さない、私はこれもすごく大事だなと思って、決していけないということではないんだけれども、もうこれだけ広まっていれば認知としてはまあ成功しているし、でこれを一時的なブームで終わらせるということよりかはみんなの胸に留まって、そうですね、ね、で継続的にという機会ということであれば素晴らしいなと思って今日お話ししようと思ったんですけど、彼は仙台に住んでいて、自身も被災を、あ、そうですか、3.11 の時にされて、でその中でもやっぱり自分も被災しているのにもっと大変な人を助けたいということで、被災されながらやっぱり支援をされている。だからやっぱり彼自身の言葉をちょっと借りますと、的な流行で終わらないこと、そして同じく東日本大震災の復興支援も同じものと
考えております。必要なところに継続的な支援が届く仕組みが確立されることを祈っておりますと。で、彼自身はこれを次に誰にも特に渡していなくて、なので私は逆に心のバトンとして受け取って今日皆さんにご紹介することで認知を広められたらいいなというバトンにしたくて、でこの番組を見た方があこういうのあるんだってねって、まあ、もちろん皆さんご存知だとは思うんですけど、で ALS 自体についてはご存知ですか？はい、ちょっといろいろそういうたまたま見る番組そういうのを見たことがありまして知識はあります。ただ、ね、そのどのように治療していいかとかね、それがまだね確立されてないのがちょっと辛いですよね。で私も今回のことがあっていろいろ調べましたら、その、発症してからそれだと、確定するまでの間に15ヶ月かかった例とか、いろんな検査の間こうやっぱりわからないわからないと、原因もまだ、ね、明確になっていなかったりということで、その研究費用に、おそらくすごくお金がかかるということで今回の募金というか始まったということなんですけれども、日本 ALS 協会のサイトの方によりますと、8月18日から28日までの間で、2387万円がすごいですね、寄贈されたということなんですね。はい、なのでこれは本当に一過性で終わらせずに、こういった症状があるんだと研究されている方々がいらっしゃるということで、はい、皆さんずっとこう関心を持ってサポートを続けていただけたらなと思います。そうですね、やっぱそのバケツをかぶることだけじゃなくてね、その病気自体をねもっと知ってね支援していただけたらと思いますよね。ね、そうですよね。で本当に仙台の方もねまだまだ仮設住宅で、もう3年も4年も経ったんだからって皆さん思われるかもしれないけど、ニュースに出ないところたくさんあるので、そのあたりもねちゃんと、ね、継続的な支援を続けられたらいいなと思います。あともう一つ気になってるのがね、広島の災害、はい、すごく大きくて毎日取り上げられている陰で、その直前にあった福知山が全くこう影を潜めてしまって、そうなんですよね、だからやっぱりどこも大変なことはすごく今ね、本当にあちこちで本当立て続けですよね。北海道の方もそうだしということで、ニュースになりそうなところっていう観点ではなく、本当に困っているところにメディアの方々が目を向けていただけたらいいなと思います、そんなこんなで ALS、はいはい、こうやって認知していただくことで私たちは進めたいと思います。はい、ではいよいよ後半のゲストコーナーですが、はい、どんなお話をしていただけるか少し伺えますか？そうですね、私は陶芸家として活動してきたんですけれども、個人でやってまいりました、一人で作品を、はい、ですが、それがいろいろなこうきっかけでチームというか仲間を通じての発表というか、そういう流れにどんどんまた移り変わっていて、これよりもこう全体でというふうな発信の仕方が広がってきたのことについてお話ししていきたいと思います。素敵ですね、はい、今ね安子さんのお話で思い出したんですけど、広島の高校生がね、チームでそれこそお助け隊みたいなのを作っていて、被災地への支援ボランティアみたいなのを自発的にやってるというのも昨日見ました。あ、そうですか、やっぱりチームというか結束して、ね、いいですね、一人の力もいいんですけどね、そこからまた広がっていくのは楽しいですよね、また自分自身も ね、そんな安子さんの作品作りの世界を後半じっくり伺いたいと思います。はい、編集長も、
いよいよゲストコーナーになりました、はい、ようこそいらっしゃいました。こんにちは、はい、というところで、前回前々回のゲストの、はい、ゆかり亭主から、はいはい、メッセージが届いておりますありがとうございます。はい、やすこさん、ご出演おめでとうございます。お茶会では素敵なお、器をありがとうございました。ありがとうございます。またご一緒に楽しいことをしましょう。あやこ編集長、今日は頑張ってください。今日は熊子編集長です。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、笠崎和紙茶会でお世話になりました。ありがとうございました。はい。今器の写真はありますか？はい、こちらのね素敵な器で、はい、うん、作らせていただきましたね。この七夕茶会のために作ったんですけれども、うん、はい、もう織姫彦星を、うん、では2人が向き合って、はい、こうお茶を飲むところをイメージして、うんうん、はい、そう、なんか作っていてロマンチックになってしまいました、私自身が、なんか幸せな仕事させてもらってありがたかったです。にじみ出てますよねこの幸せみたいな、うん、ありがとうございます。お客様からも大好評で、うん、嬉しかったです、ね、全部いろんな意見ご意見いただきまして、はい、うん、はい、では先ほどから何度かもう申し上げておりますが、はい、この作品作りについて、うん、またご活動についてご紹介いただけますか、うん、はい、作品の方はもともとは私オブジェの方を専門で彫刻ですね、うん、彫刻的なものをずっと立体を作ってきたんですけれども、うん、それだけ、まあ、そういう世界も楽しかったんですけれども、うん、ある時ですね、お茶を昔からお茶やってたんですけれども、うん、館内にありますシュハリというところの、うん、現代美術現代的な陶芸、すいませんお茶のところでですね先生に教わりまして、はい、ですごい楽しくなって、うん、でお茶楽しいかもと思って、今までにないほどお茶にしたくなりまして、うん、でお茶碗とか作るようになったんですね。何年目ぐらいですか？お茶碗実は作り始めて、うん、ちゃんと作り始めたのは実際は多分1年ぐらいですね。うん、いや、うん、作れますよ、うんうんうん、作れますけれども、うんうん、でも視点が全然違ったので、うん、作ろうという意気込みというかは、うんうんうん、それはやっぱりいただけたのは、うん、チャンスというかそういう気持ちの変化をいただけたのは、うん、すごいありがたかったですね。そう、先ほどもへそ茶で私は今回ね綾子さんとご一緒させていただいたんですけれども、今までだったらずっと個人的な仕事をしていたので、それをチームでじゃあ一つのその茶会を作るっていうのはまず今までだったらありえなかったんです。ですがやっぱりこうすごいこう皆さん参加されてるへそ茶のメンバーの皆さんがものすごい個性とクオリティが高いので、なんて言うんでしょうね、じゃあ自分もちょっともうもっと上げていかなきゃっていうので刺激になりましたし、みんなでチームとして一つのものを作っていく形として、うん、慣れたのは良かったですね。当日はねお運びさんとしてもね、うん、とても美しく、ありがとうございます、ね、衣装も着こなしてくださって衣装すごかったですね、うん、はい、ね、うん、そうですね、ね、でグループワークというものに目覚められて、はい、それから何かこう展開というか、そうですね、うん、一番最初のグループ、うん、多分一番の起点となったのは、うん、本当個人的にやってたところ、うんからの変換としては、うん、やっぱりいろんな本当先ほども、うん、お伝えした、まあ、お茶のマスターですね、はいはい、のおかげでもあったんですけれども、うん、その他にも本当素敵なマスターというぐらいです、うん、本当素敵な方がいっぱいいるんですけれども、うん、その代表的な方で島本のりえさんという方にお会いして、うん、で私はその子っていうよりもまたそこですごい随分人との関わりっていうのを学ばせてもらってました。でその中でこのこういう今まで作っていたこういう作品ですね、ちょっと見えるかな、こういう作品とかあったんですけれども、これは全部個人的に作っていたこういう作品になるんですけれども、でもまあ、こういう作品も作っていく面白さっていうのもあったんですけれども、
例えばあの企業と一緒になって作品を作っていく、例えばその画像出るでしょうかね、あの器をアリエルの宣伝で作ったんですけれども、はい、あのまあ、白いお皿にちょっと洋服の形をして出ますかね出るかな、洋服の形をドレスの形をしてる、はい、形の上に、まあ、ケーキが載ってるある雑誌とかあのいろいろ載ったんですけれども、そういうのを自分一人の作品だけじゃない、例えばパティシエであったりとか、あとそのデザインをされた、デザインを作ってくれた方とか、もうこの企画自体を作っていってくれた方とか、みんなでもうそう、もうみんなで作っていくんですね。でその過程が一人の力がもう本当こんだけだったら、それがもうどんどん増幅していっての、ドンってきたんですね、はいはい、それを面白さを知っちゃったんですよね、知っちゃいましたか、面白くなっちゃいまして、でそこからまたどんどん広がっていって、あのまあ、その陶芸家のグループとしても随分いろんな活動させてもらいましたし、あとそうですね、あの もちろんあの先ほどのへそ茶の会もそうです、それももしかあの過去の私だったらとてもじゃないけども、チームとしてどんどんあの、ね、作り上げるってことはなかなかできなかったと思うんですけれども、いや皆さんがやっぱり皆さんのキラキラですあでもいやいや、へそちゃんの時を拝見してました、やす子さんのパワーは本当に素晴らしくて、ね、ありがとうございます。うん、逆にもうみんなこうビシビシグイグイとしていただいたように思います。そんなやす子さんですが、新作があるとか、はい、そうですね、作品ちょっと出ないみたいなんですけども、新作というか、まあ、ご報告というかですけれども、はい、今年の9月ですね、9月にあのチェコの方で、展示を、陶芸家の若手陶芸、若手というか陶芸家と、あとあの版画家のグループとで、チェコのホライシュというプラハからのちょっと1時間ほどのところなんですけれども、そちらの、大きなあの美術館、あのギャラリーズ、ギャラリーの大きいような、もう本当に市の美術館みたいな、随分立派な、ここちょっとそこで、どうしようという、すごい素敵なところで、はい、そちらの方で展示していただけることになりました。はい。それが9月の。9月の、スタート、スタートは10日、あ、10日に集まってなので12日でしたかね。12日から、はい、約2週間ぐらいしておりますので、その頃にご旅行される方はぜひそちらにもお立ち寄りください。よろしくお願いします。やす子さんのホームページか何かで、ホームページは作ってはないんです。ちょっと作るべきですね。あ、じゃあ後ほどあのまた編集長に聞けのページでご案内いたしましょうね。お願いします。はい、はい。ではその今後のそのチェコ以外で何かありますか？はい、そうですね。あの一番あと私個人の動きとしては、来年はまたあの名古屋の方でも展示とかがあるんですけれども、高原さんというところでさせていただきます、はい、であとあの大きなイベントとしてですね、赤レンガの方で、横浜の赤レンガの方で、ありますね、あちらの方でですね、トイズムあのというあのグループがありまして、若手の陶芸家を集めた、あの100人規模の展示を、はい、こちらの方で、はい、させていただきます。おもちゃのトイではなくてトイズムなんですね、はい、陶芸のトイ、はいはい、イズムで、それは華やかに華やかにそうですね、はい、こちらは赤レンガ倉庫のイベントページか何かで、そうですね、まあ、多分来年のちょっと大きなイベントとして今ちょっと、準備中なので、まだ今後になりますが、じゃあそちらもまたご案内をできればと思いますので、ぜひ情報を寄せてください、はい、よろしくお願いします。はい、そんなこんなであっという間のゲストコーナーでしたが、見ていらっしゃる皆さんに何かメッセージとか、はい、器に対する思いとか、もう一度何かございましたら、器に対してでしたら、あの器一つでお料理の華やかさとか、その生き生きしたものとかものすごい変わると思うんですね。なのでぜひあのご自分の気に入ったものをぜひ見つけてみてください。日常使いで ねできてらっしゃるんですよ ね、はい、
はい、というわけでいろいろな楽しいお話をありがとうございました。ありがとうございました、うん、今日はそういえば編集長が不在でどうなることかしらと思いましたけれど、安子さんのおかげで、また熊子編集長のおかげで楽しいひとときでしたと思いましたらば、なんと恐ろしいことにアリババさんがなんか乱入してるとかっていう噂があるんですけど。ありますね。います？あれ、やだ。編集長の代わりにやってきました。いらっしゃいました。遅刻ですけど。ありがとうございます。30分も遅れてくるなんて。うん、素晴らしい回でした。ありがとうございます。編集長いなくても大丈夫ですね。なんてことをおっしゃるんですか。もう、熊子編集長。じゃあ来週から編集長。なんてこと。というわけで、そんなこんなですけど、今日はいつもこの番組も聞いてくださっているリスナーの、Y 先輩がお誕生日ということで、みんなでじゃあお誕生日おめでとうございますなんてちょっと言っちゃいましょうか。ですね、じゃあ、Y 先輩お誕生日おめでとうございますということでいいですか。はい、せーの、 Y 先輩お誕生日おめでとうございます。というわけでこんなに私物化していいんでしょうか。 OK と思います。はい、というわけで本日の記事は1本でしたが、なんとか日本橋経済新聞編集長に聞け、本日も無事終了することができましたのは皆様およびリスナーの皆様のおかげでございます。というわけでアリババ先生、せっかくなので何か一言どうぞ。24丁目の翡翠東京にも来てください。楽しくお茶が学べます。抜刀も学べます。着付けも学べます。終わらないな。あと書道も学べます。だから早く日本橋に支部を出してください。そうです ね、うん、そしたらもう堂々と日本橋に出してニューヨークにも出すという予定が立ってますので、ね、はい、はい、というわけで本日もいい音が今日ね、電話で編集長参加するっておっしゃってたんですけどね、かかってきませんでしたね。一応持ってたんですよそういうわけで編集長みんなで待ってますので、来週は必ずいらしてくださいね。なんかシーンとしてる熊子編集長なんか言いたかったの、うん、編集長がね熊子編集長も代理頑張りました。頑張りました、うん、というわけで急に初秋の風が吹くような冷え込む日が続きますが、皆様どうぞ良い週末を。良い週末を。楽しみ。